正式に宣戦布告されたわけじゃないですからね。まだそんなのんきなこと言っとるんですか。医者がそう言うならそれは事実なんだからしょうがないよ。でもあと半年の命だなんて。半年あれば何でもできるだろう。おーおおおお、なかなかうまそうじゃねえか。はい、お待ちどうぞ。はい、できましたよ。取れますか。ヤクザが芋づる式に警察に捕まるっていうのはよく言うけどね。こういう時にしか呼び出さないんだから。でもまた入院しに来てとやるんです。うん、よし。あー、近藤君それ当たり。聞いてねえよ。言わんかい、言うとるんじゃこの野郎。もう堀やと。おい、もしもし。おじさん、おかみさん。うちの親父が。おやじが。どうした。ほら、監督のボーナスまで待ってあげるのよ。無理しないで。秋田さんって見かけによらずタフなんですね。ねえ、私たちも、どこにあるの？寝不足？あ、本当ですか。ありがとうございます。ここら辺の芋はね、紅小町って言ってとってもうまいんだから。